二人の使者が来た。クロム嬢様が本来死ぬべき人間が妖怪に変わり、陰陽の均衡を乱している。一緒に連れて帰らねばと大騒ぎしている。白無常様は私に最近珍しい妖怪を近くで見たことがないか尋ねてきた。お伝えしたら何か良いことでもあるのでしょうかと尋ねたら、情報と引き換えにそなたが知りたがっているあのお方の行方を教えてあげましょうと彼は言った。洞窟の入り口から差し込む日差しが滝に向かう石の道を照らし出す。遥か昔、私が住んでいた漆黒の森にもこんな蛍火に照らされた道があった。私はこう言った。珍しい妖怪なんて知らないと。どうにかして虫の知らせを山風様に、今日は薫を滝に連れてきてはいけないと知らせて。